キモ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと新年早々ですけど、まさかのご報告があります。あの一身長 の、 あの都合により、あの撮影に出られなくなりましたということです。まあ僕たちも年末急に知らされて、僕もメイケちゃんも正直相当ショックで、あのただまあ本当プライベートのことなんで内容は言えないんですけど、ちょっともう動画には出れなくなってしまいました。ただあのメンバーであることに変わりありませんし、かけながらね、応援していただけたらなと思います。いろんなね、ものをくださったりしていただいた、リスナーさんとかに、と感謝してます。で短い間って自分では思ってるんですけど、自分もすごく勉強になって、本当なんか有意義なバス釣りをできたなと思ってます。いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。まあ本当ね、すんごく悲しいし、まあ平然と話してますけど、僕もメイちゃんも数日間めちゃくちゃへこんでました。もうめちゃくちゃへこんでました。謝らないで。悲しかったです。ただもうしょうがないんでね。別にこうなんかな、仲悪くなったからとかじゃ、うん、本当ないんで、そこだけは安心してください。もうめちゃくちゃ仲いいし。全然変わらないです。ただもう諸事情のせいで出れなくなっちゃったというところですね。ただ、まあ、僕もねやっぱりこう YouTube やることによっていろいろ成長できてる部分もあると思うし、なんかこうそういった教える部分はもう頼ってたんで、まあ、頼れなくなってしまうんで、動画上ではねだけしっかり成長できるように今年は本当頑張りますんで、よろしくお願いします。お願いします。で今日暴風ですけど、いつものことこの下流、今日もね、なんで加工席に来たかって言ったら、雅子が一番好きなのは加工席なんで、最後は加工席で撮ろうというところで新年一発目来ております。今日は、開封動画で紹介したこのラチェット、今日はねもう風も強いんで短時間になると思いますけど、ちょっとあえてウエイトは何も、つけないでちょっとね動きの確認等もしていきたいと思います。ロット買ったよね。そうですね、もう紹介できるんだけど、はい、これもなかなかマニアックなロッドですよね。古いやつです、ね、古いよね。ノースフォークかね。ノースフォークの何ちゅうこれ、コンポジット何ちゅう書いてあるこれ。メーカーはここまで、ノースフォークコンポジットチメーカーコンポジット68の MH、 あミディアムヘビーなんだ、うん、今今年の去年の、うん、8月ぐらいに生産終了で、うん、あそうなんや。でこれは前期後期あって、これは前期型。前期型？後期型はここが黒い。短いよね。変わってないけど。雅子はね、補強が入ってる竿が嫌いなんですよ。今ね。そうです。昔からずっと言ってます。補強が鬱陶しい邪魔やと。最後なんで言いますけど、まあ好みのあれですけど、でもいらんと。こんなもんいらんと。ドットスリーとか結構好きなんよね。そうそう、補強を取っとるから。っていう感じで、まあそういったものがないやつをということで、まあ買っております。で短い目でちょっと操作性も良くして、また見直す感じで。そうやね、タッグで、うん、まあいずれね、まあ分かんないですけど、また出れることを信じて僕たちは頑張っていきましょう。今年はとにかく1000人絶対にね達成しないといけないので、姉ちゃんもいいですか。来ました、おめでとうございます。おめでとうございます。私も頑張ります。はい、雅子がいなくなりますけど頼れないモツくん頼って頑張ります。はい、頼ってください。しっかり勉強しますから、今年も応援よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。今年はもうビッグベイト、もういただいたくさんね、高価なビッグベイトいただいてますし、めぐちゃんビッグベイトやりたいということで、もうビッグベイトってなるともう魚バスがいたところで反応しないとかザラなんで、やっぱり魚がいるところっていうのをやっぱやっていかないと、釣る可能性すらないんで、まあ、下流はもちろんやりますけど、まあ、上流であったり、いろんなフィールドやっていきたいし、まあ、ビッグベイトだけじゃなくて、僕はスピリングの釣りも今まであんまり突き詰めてやってないピーでの、新しい釣りにもチャレンジしていきたいんで、その辺も含めて、今年は本当に変化の年ですね。あと僕は、まあ、大変ですけど、勉強と変化と、成長と
いろいろと変わる年になるんじゃないかなと思います。なので今年1年間、ぜひ、モツたちのバス類よろしくお願いしますということでした。ここかね、これでも楽しみやな。どんな動きなんやろね、これ。あ、結構あれやね、首振るね。うわ、早い、早いね。わ、面白い。これ面白いね。ジョイストより好きやね。ねえ、これめちゃくちゃ面白い。あー、ヒロトップ、こんなんなんやか。うわー、見てメグちゃん、これめちゃくちゃ楽しい。ちょっとこれガイドめっちゃ干渉するけ、気をつけてね。これやっぱダメだ、組み直さないかんわ。ありがとう。これこれくらいの、いや、これを教えてもらって。教えてもらうね。いや、本当俺たちがやらないけんのこれ、今年教えてもらうね。おおにぎりみたいな。ゆっくりってこと。そう、これを今時期はウェイトシール貼って沈めてからやらないか。うん、今日もそれでやったらいい。うん、今日はめっちゃ絡まるやろ。絡いいよね。うん、これ失敗。まだあれがリールのスピードが、うん、ハイスピードでもいいね。ああ。これやっぱハイギアをおすすめし変えとったもんね。うん、もうこの辺でちょっともう。感覚が遅いんよね。ああ。でも結局何でも使うっちゃったもん、こっち。うん。これはもう水を切るルアーやけ。そうやね。うん、水の抵抗器で動くルアーとか、うん、やったらやっぱこっちの方が、ちょっと遅い方が負けるし。まあ、あらかた使えるやろ。慣れれば。あ、慣れれば使えるよ。うん。今はもう贅沢いいよ。うん、でもいいよねこれ動き。俺はめっちゃ好きやね。うん、これいいよね。なんであれジョイクロでこの動きは出せんとかって。うん、全然やっぱ違うね。シフトとも全然違うし、俺はこれ一番好きかもしれん。これジュークラも怖いでしきないで。これすごいよ、皆さん使ってん。毒奥がやばすぎる。あのユウさん改造したやつ。すごいよねこれ。やば、これマジ釣れそうなんやけど。いや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 、まさこいやいやなんです。いや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 。ちょっと今日マジ教えてもらって。まさこにとりあえずラインテンションをかけずに。一定速度での巻く位置、これめちゃくちゃ大事やけ。ビッグベイトで釣る上で、もうまずそれをやらんと多分釣れん。その技はいろいろ選んでくってないの。もうまず基本それ、もう基本それでいい、うん、もうこれでもいいんやけど、うん、こういうのでも、ただ基本はゆっくり。さっき最初俺これぐらいっち言ったやん、うん、あれを覚えないか。 2.5 オンスあるんでだいぶ重いっすね。ただ投げれんことはないっす、全然。あ、引っかかった。ああ、ピー流されるけね。でリーダーやっぱちょっとダメだ、長めに組んだつもりやけど、やっぱこう分かんないんですよ。でもそれをトライアンドエラーを繰り返していきながら、今年は成長できたらなと思っております。ただこのラチェット184かな、これ一番好きかもしれないです俺、マジで。ジョイクロの中では一番楽しいかもしれん。アクションがめちゃくちゃ楽しい。まあ、今日はあえてウエイトは一切貼らずに、まず動きのね、確認がしたかったんで何も貼ってませんけど、すごいいい動きするねこれ。これは釣れそうだわ、普通に釣れそう。で意外とこれスローリトリーブも、これね、スローリトリーブが俺個人的にはめちゃくちゃ優秀っすね。
もちろんこういったね、早巻きこうやってくるるるる、うわすごいね、早巻きのこのストップパッチ止めるのももちろん相当有効だと思いますけど、意外にもうわスローリトリーブがすごく優秀っすね。これガイドがめっちゃ干渉する。ゆっくり投げんと大変なことになるのこれ。このスローリトリーブがすんごく優秀ですね。まあそれするんやったらどうなんやろ、まあ、今年はね、あのこのめぐちゃん今まさこに教えてもらってますけど、このラインテンションをかけずに一定速度でゆっくり巻くっていうのがやっぱ肝になるんじゃないかなと。ビッグウェイトで釣る上でね、その上でやっぱこのウェイト調整、まあ今時期はとにかくもうシンキング並みに沈めて、ただまあ根がかりが怖いんでね、僕はちょっとシンキングレベルまではしないかもしれませんけど、まあ理想はやっぱりシンキングクラスまでウェイトをつけて、とにかくゆっくりボトムを巻くというのが今時期だと思います。で、3月4月ぐらいになって、フローティング、スローフローティングかなぐらいが効いてくる時期じゃないかなと思うんですけど、やっぱ釣りたいよねこれで。僕も本当にビッグベイトに関しては超初心者なので、まだ148で1匹釣ったことがあるだけです。なので、まあ、すごいワクワクしてますね。全然知らないこともいっぱいあるし、まあ、このリーダーとかもそうですね、どれぐらいの長さがいいとかもう組んだことないから、そもそも全然わかんないし、もうこれもう失敗作です。短すぎる。やっぱこう 5,6 メートルもっとあってもいいかもしれんね、うん、じゃないともう一番こうトップスピードでガイドが出るときに自分は組んでしまってるから、めちゃくちゃ干渉するし絡まるし、もう最悪ですねこれは、うん、だけどまたちょっとこれを組み直しますけど、まあ、好みがこれすごい分かれると思いますけどね。僕は多分一番今まで使った中では好きかもしれないですね。すんげえ動きがいい。これ多分初心者の人でも動かしやすいと思いますね。多分178とかの方がまだちょっと難しいかな、こっちよりは。で結構優秀ですね。この早巻きもすごいし、何でもできる感じかな。この移動幅抑えた巻き方、このドッグウォークもそうですし、ちょっとリベラリストではちょっときついかなっていう感じですけど、気をつけながら近距離投げる分に関しては全然問題ないですね。投げれる。ただフルキャストとかはもうできない。めちゃくちゃやっぱこの思ってた通りね、このクリアカラーのこの蛍光色めちゃくちゃ見やすいんで、このやっぱ濁った音楽が攻めるにはいいですね。これは今年すごく楽しみ。これをほんとウエイト張って調整したいですね。次回ちょっと今日はあえて張りませんでしたので、次回ちょっとあのウエイト調整したバージョンでまたやりたいと思います。これはね今年の多分キーになるから、このラチェットは。だから僕はあの本当にあの福袋は買ったっていうのもあるんで、もちろん他のも欲しかったですけど、トップもやりたいんですよね。うん、だけあのジョイクローラーも欲しかったですし、本当に良かったです。まだ見てない方はね、あの福袋の方もぜひチェックしてみてください。僕みたいに、あんまりガンクラフト好きだけどまだまだそんな揃ってないよっていう方に関してはめちゃくちゃいいと思います。すごくいい内容になってると思う。あれはおすすめですね本当に。僕はどっちかというと自分で本当に興味を持ったことを本当にこのトライアンドエラー、もう遠回りでもいいからトライアンドエラーを繰り返しながら、ああこうやね、これがいいねとかいうのをやっていくのが釣りは一番楽しいと思ってるんで、もう最初からあんまりこう答えを知りたくないというか、
楽しみが半減するんでねっていう考えです、僕はね。中にはいやいや失敗したくないから、もう一番効率のいいやり方を学んでやりたいとかいう人もいるでしょうし、僕はそのタイプではございません。もう失敗バンバンしていいと思ってるし、うん、その失敗を糧に成長していった方が、うん、強くなると思ってるんで、釣りに関してはね、やっぱその経験、知識だけじゃなくて、知識がいっぱいあるだけでもダメだし、うん、やっぱバランスですよね。でもやっぱ最終はやっぱりこれをやってみたい、でやった結果どうやったんかっていうことを踏まえて、やっぱ次に生かしていくっていうのは絶対、まあこれは多分釣りじゃなくても何においてもそうだと思うんですけど、もうそれが一番大事だと思うんで、今年は本当に僕と、めぐちゃんの成長をぜひ温かく見守っていただけたらなと思います。もう本当気合入っております。とは言ってもね、楽しみながらやりますけどね、趣味なんで、そこはブレないと思います。はい、楽しくめぐちゃんと2人で、成長していけたらなと思っております。でやっぱね、いただいたビッグベイトでマジ釣りたいっすね。めぐちゃんにほんと釣ってほしい。僕もやっぱこの下流で2年間やり続けて、まあずっとジョイクロだけをやり続けたわけじゃないですけど、下流で1匹だけですけど40アップ148で釣れた時はね、本当に嬉しかったっすね。あれは震えた、手が148でさえ手が震えた。もう僕からしたら初めてのこうビッグベイトの初めて釣った魚なんで、しかもねいいサイズやったし、めちゃくちゃあれいい出方したんで、それも動画にしてるんで、過去動画ですけど、見てない方ぜひね、僕はギャ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 叫んでうるさいですけど、まあそれぐらいねやっぱ嬉しかったです。ドクオークもめちゃくちゃいいね。ドクオークめっちゃいい。これは優秀だね。このやっぱこの新しく採用されたこのテール、名前忘れましたけど、ロムテールやったかな。ここがねボコーってなっとんですよ、ここ分厚くなっと。だけどすごいやっぱこれが生きとるね。もうシフトも使っとうけ、なおさらこの違いが、もう全然動きが違う。もうめっちゃ楽しい、これ。俺ずっとやれるこれすんげえ好み。これは楽しいわ。めっちゃ楽しい。まああとオープニングでちょっとお話ししたスピニングね、僕過去本当にフィネス、ダウンショット、ネコリグ、ああいうやったやつもめちゃくちゃやっとんですよ。でめちゃくちゃ釣ってます。でもう封印してたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとそれを PE でリーダー太めにして、なんかちょっとやりたいなと、よいしょよいしょで、ちょっと考えてるんですよね。ずっとやってなかったから、そのなんていうかな、ダウンショットがフィネスの釣り PE でちょっとリーダー太めに組んで、まあどんな感じなんか、その辺もちょっとよいしょよいしょでやっていけたらいいなと思ってます。まあ去年が本当基本巻物中心の釣りをしてるんで、でまあ小型でしたけど、下流でねやっぱこうたまたま事故った釣りじゃなくて、まあここ投げこうこのコース通しとけば釣れるやろうなっていう感じで釣ることができてるんで、あれは結構収穫やったかなと思いますね。まあ事故で釣っても全然意味ないんで、まあこのコースこの時期こんな感じで使っとけば、まあ、このくらいのリーディングスピードでこのレンジ引いとけばまあ釣れるやろうなっていう感じで、まあ想像通り釣れたんで、今年はちょっとまたワームね、 FB リーグしか去年はやってなかったからですね、ちょっとそういった釣りも P でのあれはなんていうのかな、パワーフィネスになるのようわかんないですけど、とにかくやっぱ切られたら意味ないんでね、その辺は、昔みたいな2ポンドとか3ポンドの釣りではなくて、ちょっと強いね、セッティングラインシステムでやりたいなとちょっと思ってます。昔は本当に1ポンド3ポンドばっかりでやってましたけどね、まあ、釣れるんですよ細ければ細いほど、
ただやっぱりね、でかいのかけた時に対応できん、切られる。特に音楽とか岩も多いしね、擦られたりすることも多いんで、まあリーダー長めにして根ズレ対策もしながら、その辺もちょっとすごい初心者なんで、まあ、今回のこのね、リーダー組新しく組んだのがいい例で、もうこれがエラーですよね。さっき言ったトライハンドエラーのエラー、もう大失敗、もう最悪ですだけどリーダーはもう組むんやったらもうやっぱ長めに組まんと、さすがにやっぱビ、ね、いくら簡易ノットとはいえビッグベイト投げるんで、やっぱ巻き付け回数とかも相当多くしてるし、ハーフフィッチも20回ぐらいしてるんで、やっぱどうしてもね結束部が太くなってしまうんですよね。なんでやっぱこうかなり長めに組まないと、このキャストした時に、まあ、まさこもさっき言ってましたけど、まあ、めちゃくちゃ負荷がかかるから、まあ、良くないよっていうことで、まあ、ヒデさんも同じこと言われてましたけど、まあ、それを参考に長めにしたつもりやったんですけど短かったですね。これは次回、このラチェット、もう動きは大体分かったんで、これを元に自分の今の思うウェイトのちょっと張って調整しながら、次回もう一回リベンジしたいなと思います。もうすごいね、ほんとこれ早巻きからゆっくりからめちゃくちゃいい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後のまさことの兆候どうでしたか。はい、やっぱり分かりやすかったですか。分かりやすいです。傷つくんでやめてもらっていいですか素直な気持ちです。どう、あの、ラインテンションを張らずにっていうのを教えてもらった、うん、もう今年のキーになりますんで、はい、ビッグウェイトの、もう今日ね、もうご覧の通りこの暴風なんで終わりますけど、今年は、冒頭でもお話した通り、ビッグウェイト頑張りましょうね。はい、頑張ります。釣れるように、はい、しっかり、釣れるように頑張ります。僕も勉強しますんで、はい、ぜひ応援と、はい、高評価と、はい、チャンネル登録と、はい、全部しといてください期待も込めて、本当ね今年は飛躍の年になると思います。もうしっかり頑張りますんで、まあ、まさこ約2年間お疲れ様でした。はい、これからお願いします。分からなくなったら連絡するのでぜひ教えてくださいいやもうガンガン頼っていくスタイルで言ってますんで勉強はもちろんしますけどね、もう本当ね、あの、いやマジな話ね、あの下手に変な動画見るよりまさこに聞いた方が早いんですよ。僕今めちゃくちゃ勉強しますけどね、動画見てっていう感じで、本当にねお疲れ様でした。はい、これからもよろしくお願いします。最後になんか今日はちょっとなんか喋ってください。さすがにね、今日はさすがに何もありませんよ。ないでしょう、それはさすがに、ね、はい、でちなみにあのゆうさんからいただいた、ポップマックスと、あれなんかね、もう一個のラストエースか、はい、ラストエース、お渡ししてますんで、はい、今日ね、はい、ありがとうございました。はい、はい、どうぞ。あ、じゃあいいですか。はい、ありがとうございました素晴らしいこの一言に褒められてますね。はい、今年もぜひ頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあねー、バイバーイ。